皆、ま、こんにちはアセンダンダトの山中です、えー、今回からですね、えー、山中康二の動画解説シリーズということで、えー、本日第1回目ということで、えー、もう最近も世界中を騒がしている、えー、ロシアによるウクライナ侵攻ということで、まあ、ウクライナ問題と相場への影響というテーマで、えー、本日は、えー、お話しさせていただこうというふうに思います。えー、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 まずですね、あの、近年のロシアとウクライナの関係ということを簡単にですね、1枚のスライドにまとめてみました。こちらにある通りなんですけれども、近年、特に大きな話題となったのは2004年のレンジ革命ということで、当時、新ロシア派の与党と新 EU 派の野党による大統領選があり、当初当選した与党候補がですね、 よくある話なんですけれども選挙に不正があったというような話が国民からかなり突き上げられて結局選挙をやり直すということになり与党候補が敗北そして野党候補が大統領に選出されたというですねそういう出来事がありました。でこの時のですね与党候補はロシアに亡命するというようなことがあってこの辺りから ロシアとウクライナとの対立というのがだいぶ強まっていくというようなことになってきたとそしてその10年後なんですけれどもこの辺はもう記憶に新しいところで。 2014年3月にロシアがクリミアを併合するという結構びっくりした事件があったんですね。もちろんその主権のあるウクライナに対してロシアが勝手にクリミアをですね、分取ることはできないということで、まあ、あの工作員が当然動いたということになると思うんですけれどもクリミア側からですね、ロシアに併合されたい的な話になって。 そしてまあそういった条約が結ばれたということでこの時には、えーまあ、あの西側諸国からするとロシアにしてやられたというような感じでそしてまあ今回のですねやはりそのウクライナに侵攻するという時の事前の 米国の情報というか、まあ、いわゆるその情報能力というのは凄まじかったと思うんですけどもえ、この時のそのクリミア併合の時にも結構その事前に米国というのは情報を掴んでいたけれども、まあ、秘密主義で言ったがためにえ結果としてはえ悪手になってしまったという、まあ、このあたりの動き、えこの ところからですね、ロシアはさらには色々と次なる手をおそらく考えていたんじゃないかなというふうに思うんですけども、同じ年の9月に民ク合意ということで、ロシア、ウクライナ、ドイツ、フランスの首脳でですね、ウクライナ東部の停戦、そして和平プロセスの策定、 そして新ロシア派の2州ドネツク州とルガンスク州については自治権付与を故視、まあ、とした合意ということがですね行われたわけなんですけれどもここでまあ一つ問題になったのがウクライナ側からするとその停戦というのがきっちり守られていないじゃないかと、えー、そういったことを盾にですね新ロシア派の2州に自治権を付与してこなかったと。でまあ、ロシア側としては ミンスク合意を守れというようなことで自治権浮与をずっと主張してきたと2014年の9月から2021年の年末ぐらいまでですねいろいろと両国間でもってごたごたがありつつここまではそうは言っても対立 の非常に大きな要素というところだったんですけれども結局そこがですね、まあ、ロシアが結局はぶち切れる要因になってしまったということで、まあ、ロシアがまあウクライナ侵攻前に具体的にまあどういうようなことがあったのかというところをですね、まあ、考えるとまずその。 ウクライナが欧州に接近してくる動きとでこれはですねやはりその NATO が旧東欧諸国、えー、東方拡大というふうに言われてますけれどもそれに対して、まあ、ロシアが警戒しているとでこれ世界地図の上で、えー、ロシア、えー、そしてその NATO 軍に所属している国家をですね、まあ、塗り絵のように、あのー、塗ってみるとわかるんですけれどももう どんどん,どん,どんそのロシアに近づいていって、まあ、要は NATO 軍の国家というところが旧東欧のです、ね、本当にもうギリギリのところまで来ているとそしてああ NATO 軍に入っていない、まあ、ある意味そのロシアの傀儡政権があるベラルーシそしてまあ今回の問題になっているウクライナもう本当にそのすぐ 西側というのはですね、もう NATO 軍のえ国とえいうことなんですけれども、ただ、まあ、ウクライナ国民としては過半数は欧州寄りとえいうことになります。えー、そして、まあ、このあたりの話をですね、ええー、まあ、 要はロシアとしては非常にあの不満に思っているということでこれはあのもう本当にあのどこまでが正しくてどこまでがプロパガンダ,のかプロパガンダなのかというのはなかなか分かりにくいんですけれどもまあロシア側が言っていることというのもですね、必ずしもまあ間違ってはいないけれどもただ、やはりロシアにとって都合がいいように解釈をまあ曲げている部分もあるということとやはり最終的にその武力行使 して進攻したというのはです、ね、これはまあどんな理由があったとしてもまあ許されることではないというふうには思いますけれども、まあ、その進攻に至るまでに、まあ、米国側としてはかなりもう、えー、ロシアはウクライナへの侵攻を決めているというようなニュースを流しててですね、えーもう直前まで フランスのマクロン大統領が仲介してですね米ロ首脳会談を開催するというような話になっていたんですがまあそれに対してえまあ双方ともなかなかおそらくそれ以前も話が平行線だったのでまあどうなんでしょうねというようなことでまあロシア側はえ否定していたということがあり。 えー、そして、ですね協議が、まあ、どうなるのか、えー、これはもう協議がないまま、えー、緊張状態がですねかなり緊迫してるぞっていうようなところに突然起きたのがなんとロシアが先ほど出てきた新、えー、ロシア派の東部2州、えー、ドネツク州、ルガンスク州、えー、ここをですね独立国家として承認してしまったという。えー、勝手にですね他国の 一部分を独立国家として承認するという、まあ、ある意味、暴挙に踊り出たということになるんですけども、それに加えて、そのまあ2州を守るという名目で、平和維持目的でもって、ロシア軍を派兵するという、まあ、そういう発表があったと。で、ここでですね、まあ、あの、e、EU 側としては何ていうことをしたんだというような感じだったんですけれども、ウクライナ全土への侵攻は考えないと、この時にですね、 えまあプーチン大統領はウクライナ全土へは侵攻しないんだということを言ったんですけど結局大嘘だったとえいうことに後からなるわけですそしてえ結局ロシアは東部2州だけではなくてですねえウクライナ首都キエフへの侵攻も行っていくというようなことでまあ説明に反しているとえそしてしかも主要都市へですねミサイル攻撃をして一般市民の被害え死傷者 もまあ出ていいるとううような状況でした、えー、そしてこれもですね、まああのー、一応条約で禁止されている兵器というのは要は殺傷兵器、えー、化学兵器等がありますけれども 殺傷兵器ととしてて真空爆弾を使ったのではないかといいいかう疑いが出ていますこの真空爆弾というのはですね、まあ、ミサイルでもってボーンと行くと、その辺の空気を要は真空状態にすることによって、要はそこにもし人間がいたりするとですね、肺が急にバーンと爆発するみたいな状態になって死んでしまうという、非常にあの、立ちの悪い兵器ということになるんですけれども、そういったものを使った疑いもあると。 そしてその後なんですけれども、まあ、ロシアとウクライナの間では停戦協議を行おうという話になってたんですけれども、まあ、ロシア、ウクライナともですね、双方の主張を全く譲らないと、ロシア側としてはですね、ウクライナの武装解除と中立化、NATO には入らないといったようなことを要求、一方、ウクライナ側,イナ側はロシアはもう あの出ていけみたいな感じでですねこれもあの双方が全くあのこれまでぶつかってたことを、えー、ただ単に繰り返しているだけということで、まあ、これはもう停戦協議どころかちょっと、えー、ロシアとウクライナの間の問題というのは長期化する可能性が 高そうだというようなことで、結局ロシアはその後も攻撃継続を表明したりとかですね。あとはゼレンスキー、ウクライナ大統領の暗殺計画まで出してくるというような感じでした。 そして一方ではウクライナはですね、えー、さらにその EU 寄りの姿勢を見せて、えー、EU に加盟申請を行い、えー、そして EU 側としては、まあ、それを、えー、もう本当に真剣に受けて、えー、各国に協力するような、えー、そういう指、ま、示、あ、を出しているということで、まあ、相変わらずですね、状況は何も改善していないという状況が3月2日、この今収録している、えー、日,日にち 段階での状況ということになります。そしてですねあの、もしロシアがウクライナに侵攻しなかったら、もうちょっと軽い経済制裁だったと思うんですけれども、やはりそのキエフに、首都にですね、まあ、ミサイル撃ち込んだりだとか、一般市民を殺傷したりだとかいうようなことで、過去にない最大級の経済制裁、 金融制裁を行うということが決定されそしてですね日々その制裁というのが着実に強化されているという状況になります。 最初はロシア要人の資産凍結というところだったんですけれどもその後ですねそれじゃあ甘い生ぬるいということでロシアが海外との決済が一切できなくなるように SWIFT からロシアを締め出そうという案が出てきましたでまあ主要銀行だけでなく中銀も対象にするとかですねいろいろ言われてたんですけれどもまああの最大行は SWIFT から排除するのはやめようかみたいなまあちょっとそうなってくるとですね今一つその実効性がどうなってい ななのかなという疑問もあるんですがただ、まあ、そうは言ってもかなりの部分のですね、えー、決済が滞るということになりますので、まあ、やはり、あのー、金融機関 あるいはその金融制度というのはですね、その国にとってというか、どこの国にとってもそうなんですけれども、よく血液に例えられますけれども、要はあのもういかんともしがたい状態に追い込まれてしまったと。そしてさらになんですけれども、連日出てきているのが、ロシアとの共同ビジネスから着実に主要国の大手企業が撤退していると。 えまあ、例えば、あの、一例としてですね、サハリン1とかサハリン2とか、え、資源、 特にエネルギー関連のですね、えー、まあジョイントというのが、まあ、もちろん日本なんかも入ってますし、まあ、ヨーロッパの国なんかが入ってるんですけれども、まあ、日本はまだ態度保留していますけれども、えー、基本的にそういった共同ビジネスから撤退していると、あとはまあそのエネルギー関係だけ,だけではなくて、まあ、一部のです、ね、メーカーですとか、そういったようなこともロシアからのビジネスから手を引く。 で、他にも、例えば、えー、Google とか Apple なんかがですね、えー、アプリのストアを、まあ、ロシアから、えー、引き下げるとか、Apple なんかが、 ハードウェア、売らないとかですね。ま、いろいろなところでもって、着実にその、ロシアに対しての、包囲網というのを、ま、強めているという状況です。で、これはですね、後から撤回された。ま、なぜ撤回されたのかというと、戦争という言葉がふさわしくないということだったんですけども,も、まさに、フランスの、ま、出た発言、これが正しいと思いますね。金融経済戦争で、ロシアを崩壊させると。え、ま、かなり、 そういう方向に今は向かっていると思います、えー。各国との金融取引ができない。えー、そして、どん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 そのロシアから、えー、ビジネスパートナーが撤退しているというようなことになるとですね。まあ、あの、ただでさえ、それほどそのロシアっていうのは、あの、経済、 規模から考えるとですね、そんなに大きくないわけですね。アメリカとか中国って非常に大きいですけども、まあ、そういうところに比べるとはるかに小さいということで、そこでさらに、いろいろな国がですね、金融、経済の制裁を仕掛けることによって、まあ、ロシアはもう立ち行かなくなるというのがですね、まあ、今現状、着実にあの本当に進んでいる流れということになります。 そして、ああ金融市場なんですけれども、特にこのロシアに対する制裁によって、どのようなことが起きるのかということをですね考えると、ああ特にサクソバンクさんで取引されている方というのは、いろいろなものをあの取引されていると思いますので、一応一通りまあ見ていこうかなと思うんですけれども、まず株式市場ですね。株式市場は当然、ロシアの動き に対して、まあ、西側諸国もですね大きく影響を受けるえつまり、えー、例えばロシアとの,その天然ガスの、えーまあ、共同ビジネス、えー、そういったものから撤退するということになったらその部分っていうのは本当に、あのー、それまでの、えーまあ、収支の部分から完全にまあ取り除かれる、まあ、要は全てマイナス方向にしかならないわけですね。でしかかも、あのー、原油価格なんかが 急騰したととといううこででももわかると思うんですけれども、まあ、ロシアというのは資源国ですから資源価格が上昇することによって今まで以上にインフレ懸念が大きくなってくる、えー、景気が後退するインフレが、あのー、上昇する、まあ、スタグフレーション状況になる可能性も、えー なながち否定でできいいととううようなことでま,あまさかあの昨年の状況あるいはまあ年始の段階でですねここまでの急転っていうのは誰も想像していなかったと思うんですけれどもまあ結局のところは2022年どうも景気後退の懸念というのが出てきたなという感じがします。そしてですね 金利市場は利上げ思惑がやや後退しているということで、で実際にですね、米国のフェドファンド先物の,の状況なんか見ますと、一時期は3月に0.5%の利上げを行うというコンセンサスだったのが、まあ、今はもう0.25%という感じで、で年末段階で1.75%というのが、今年末段階で1.25%ぐらいとかなりですね、利上げ思惑が後退しているという感じが。 出ていますこれはもちろん、えー、景気後退という部分もあるんですけれども、まあ、もう一つですね、えー、米国債が大きく買われていると。 でなぜ米国債が買われているのかというとやはり米国債というのは世界で最も安全な資産だということで株式市場から引き上げた資金が米国債に流入していくつまり米国債が買われるという債券の動きというのはですねその裏側にある利回りの低下ということになりますので 長期金利が低下することによって手前の短期金利も下がりそして景気後退懸念が政策金利の過度な上昇を思惑というところを抑えているということになります。 えー、そして為替市場なんですけれども為替市場はやはり地政学リスクということで欧州に近いということで、まあ、ユーロが売られています、えー、そしてですね今までは為替市場ではリスクオフで株が下がるときというのはドル円は円高というのが一般的だったんですけれども、えー、今回はですね円高に動いてるときもあるんですけれどもどちらかというとドル円でもドルが上昇しているという動きが ししばしば、えー、このの流れの中で見られましたでこれはですね、まあ、今までの動きとは明らかに違うというふうに感じる方もいるかもしれませんけどこれまさに米国債と同じで米ドルは世界で最も安全な通貨だという考え方に基づいています。 ここで、米国債と米ドルが世界で最も安全な資産であり、安全な通貨であるという、よくあの昔ですね、よく出てきた言葉に、あの、ま、避難資産として、フライトクオリティというような表現があったんですけども、これまさにあの、冷戦時代の発想なんですね。で、冷戦時代の発想っていうのはどういうことなのかというと、例えば当時ソビエト連邦というのがありました。で、ソビエト連邦が崩壊したのというのは、 1991年の12月ということになりますので、まあ、1991年の12月ということで1991年までが、えー、要は1991年いっぱいまでが冷戦時代とでそれ以降は、えー、まあ冷戦ではないというまあ ちょっとデジタルにそこでもって区切るというふうにさせていただきますと、冷戦時代というのは結局アメリカとソビエト、まあどちらがですね何かあった時に軍事的にぶつかるというような懸念がありながら、まあ要はそうはならない、要は核による抑止力というような感じになってたわけなんですけれども、結局じゃあ当時はどこが一番安全なのかっていう時に最終的には 最も、えー、軍事力が強い国もうイコール米国ですよね、まあ、今でもそうですでそうすると結局米国何本当に何かがあったらっていうのがまず冷戦時代は最初にあの発想として出てくるわけですねですから何かがあったらやはり米国の資産が安全だということで米国債、えー、そして通貨では米ドルっていうのが買われるまあ、えー、よくあの当時は言われてましたし最近もですね 911までは、えー、要は米国同時テロが起きるまでは、えー、そういう言葉として使われていることもあったんですけれども、えー、有事のドル買いということで、何かことがあった時にはドルを買うということで、まあ、私もですね、あの、まあ、記憶に新しいところとしては、イラクによるクエート侵攻の時って、その前の週ってずっと円高ドル安で動いてたんですけれども、 えー、クウェートに侵攻された直後に、バーンと5円ぐらい、えー、ドルが買われて、その時も有事のドル買いというふうに言われましたね。えー、ですから、まあ、今のこのロシアによる、えー、暴挙、えー、そしてしかも、えー、プーチン大統領は核なんていう言葉まで持ち出していますので、そういったことを考えると、ですねやはり今は有事のドル買いという、まあ、その表現がまた戻ってきてしまったんじゃないかなというふうに強く感じています。 そしてまあ商品市場はですね、ロシアからの輸出が減ることによってエネルギー価格が上昇して、まあ、避難資産として、これもまあフライトクオリティでもって、米国債とか米ドルと同じ発想なんですけれども、避難資産として金価格が上昇すると。で、まあ、あともう一つあの付け加えるならばですね、結構今、ロシアはいろいろとその決済問題に直面しているということで、ビットコインとか、 あとは、米ドルに連動しているステーブルコインのドルテザーとか、そういったところがロシアによってかなり買われているという動きがありますね。そういったことで、さらに暗号資産市場ということになると、いわゆるデジタルゴールドというような発想と、あとはその銀行による決済網から離れているということで、ビットコインなんかも今買われているという状況になっています。 ちょっとじゃあいくつか、えー、チャートを見ていきたいと思うんですけれどもまずこちらですね、SP500 です、えー。チャートはすべてサクソトレーダープロで作成した週足チャートになってますけれども、えーまあ、こちら見ていただくと分かるんですけれども一番左側がちょうど、えー、コロナショックでもって急落したところですけれども、まあ、それ以降ですね、一度も大きな下げっていうことはなかったんですね。えー、2020年の、えー、秋口にちょっっとと調整が入ったりとか、えー、あるいは、えー あ2020年ですね。2020年の秋口。そして2021年は、やはり同じようにですね、秋口に調整が入ったりとかいうような動きがあったんですけど、それでも大きな調整ではなく、どちらかというと、ほとんど平行上昇チャンネルが引ける、サポートラインが引けるというような流れが続いてました。それが今年の1月第1週に史上最高値を更新した後ですね、 えー、かなりまあ大きな調整が入って、えー、1月の第3週に大きく下げたと。で第4週にまた下げてですねあその後この辺りはひょっとしたら実は 絶好のの買いだったのかなというふうに思った人もいたんですが結局そこからまたじりじりと下げてきて今回のロシアによるウクライナ侵攻でもってさらに下げるというような動きでこのチャート見てると明らかにですね長期的な上昇トレンドから今はその調整としての 下降トレンドに転換したというふうに見えるのかなと。そうするとですね。まあ、さらにここからのやはり不透明な情勢。特にそのロシアが本当にまあ、ウクライナに対してさらなる攻撃を強めるような動きが出てきたりすると、結局はそれのですね、制裁としてさらなる経済制裁。ひょっとしたら本当に金融制裁ももっと強いものになってくるかもしれないということで。 下がり、えー、それと同様にですね世界の主要株価指数が下がると、まあ、米国で言うならばやはり SP500 の動きというのはですね、えー、年初に高値を更新してからこの下げてきている動きというのは非常に気になるところというかですね、えー、この動きがまあいつまで続くのかというのは本当に ウクライナ情勢が落ち着くまでは、えーまあ、続かざるを得ないというふうに思います。そしてそのウクライナ情勢がですね、そう簡単には、えー、解決にはまあ向かわないであろうということを考えると、まあ、やはり先ほど言いましたように、株式市場ではリスクオフで株が弱くなる動きが考えられると。 そしてこちらはですね通貨ということでユーロドルなんですけれどもまあもうユーロは本当にあの今回のイベントに関係なく下げてきている動きというのが分かると思います。これはやははやりあの大きな材料としてはですね これまでは金融政策の差ということで、米国が大きく利上げに舵を切る方向の中で ECB はまだまだ緩和を継続していくだろうという、このあたりのですね、見通しがユーロ売りドル買いになってたんですけれども、逆にですね、昨年末から今年の初めぐらいにかけてというのは、じりじりとユーロが買い戻しが入ってたと。そしてその後ですね、 ウクライナの問題が出てきて年初来安値を更新し、まあ、現在の水準はちょうどまあコロナショックからやや戻してきた水準というところになっています。ただやはりあの今回ですね金融制裁にしても非常にまあ影響を受けるのはやはり、えー、欧州です。 例えばロシアに対する余震の金額を見てもですね、上位3つというのは欧州ということになりますし、あとはそのエネルギー源で、 ロシアに頼ってる国というのはヨーロッパ多くてドイツに至ってはロシアの天然ガスに55%頼ってるなんていうそういう状況ですからそれを考えるとですね、まあ、やはり欧州が最もダメージを受けやすく通貨としてのユーロも上値が重い状態が続かざるを得ないととりあえず短期的には1.10。 まあ状況によってはコロナショック時点の水準である1.07から08といったようなところまでユーロは売られる可能性というのも考えとかなきゃいけないのかもしれないなというふうに思いますそしてこちらはですねニューヨーク原油なんですけれども,もう驚くべきことで100ドルつけたと思ったらもう一気に108ドル台まで来てそしてですねあの国際協調でもって国家備蓄を放出するという方向に決まって でえー、ここからはです、ね、多少価格の上昇は抑えられると思いますしおそらく80ドル台半ばか くらい、えー、特に90ドルぐらいのところはですね、仕掛けで、えー、ニューヨーク原油買ってる向きも結構いたと思います。でもちろんその需、えー、給がタイトになり、ロシアからの輸出がなくなるという面でもって買われてるところが大きいんですけれども、それ以外にやはり投機的な動きというのも当然入ってますので、まあ、そうした向きの利食いなんかも出てくるのかなということを考えると、ちょっと一回にですね、これあの、 短期的には上げすぎた感があるのかもしれないなというふうに思います。ただ、まあ、しばらくは、やはりその受給がタイトにならざるを得ないというようなことでですね、えー、まあしばらく原油価格、天然ガス価格、えー、こういったエネルギー価格というのは、えー、強含みの状態が今後もまあ続いていくのかなと。で、あとですね、まあ、これはまあ、あのー、あまりあれなんですけれども、実はあのー、レアメタル の中でもでもすねロシアからしか出ないレアメタルとかってあるんですよね。えー、パラジウム、えー、これはあの全世界の生産量の95%近くがロシアから出てるということで、まあ、あの宇宙からやってきて隕石が落ちて、まあ、それがまあロシアにあ,のあるんだというような、まあ、そういう説明のされ方することも多いんですけれども、まあ、要はロシアにしかない。で、パラジウムって何に使うんだろうというと三原触媒なんですよね。あとは、えーシカ 技工士なんかが歯の詰め物を作る時に使ったりするんですけどもまああの価格は高いけれどもまあ歯の詰め物なんていうのは金でいいかだとか、まあ、大体的なものがありますしあとは意外とその触媒じゃんというのは結局はそのガソリンとかいうそういう化石エネルギー系の車で必要ですけど電気自動車なら必要ないですよね。 というようなことで、これひょっとするとですね、そういうあの自動車業界とかが大きくなんか転換するきっかけにもなるのかなということで、ある意味その戦争とかっていうのがいろいろと技術革新につながるとかっていうふうに言いましたけども、今回のこれはもう本当にフランスいわく経済金融戦争ということで、これが長引けば長引くほどその代替手段とか、 あるいはさらなるその方向の転換とかですねそういったことにまあつながっていくというそんな動きも出てくる可能性はあるのかなと思いますで。で、まあ、今後想定されることについてですね、まあ、考えていくと、えー、金融経済制裁かなり今回は強いもので、まあ、西側諸国としては本当にあの、まあ、ロシアはよくもやってくれたなという部分だと思うんですけれどもロシアは デフォルトすする可能性が結構高いいと思います早ければ3月中にもロシアがデフォルトするというような感じで見ておいた方がいいのかなと思います。で今の状況を見ているとロシア国内ではやはり生活にも重大な影響が出ていて国民の不満も高まっててですね えー、結構当局に抑えられてはいますけれども反戦運動とかも出ているというようなことで、それに対して今後、まあプーチン大統領がどのような判断をするのかと、まあ結局ロシアのまあ独裁者ですからね、まあ独裁者がどう考えるかということで、停戦合意と制裁解除に向けて動くのであるならば、これまでのリスクオフの巻き返しということになるでしょうけど、 これはちょっと今のロシアを見ているとなかなかなさそうなのかなと。あと、追い詰められて戦争開始っていうのはもう一段のリスクオフということになるんですけれども、果たしてロシアが例えばウクライナだけではなくて NATO 軍に,に攻撃をするなんてことになると、そうすると米国が出てきますからね、下手したら本当にあの第3次大戦の始まりなんていうことにもなりかねなくって、そこまでプーチン大統領は本当にあの、 バカではないといとうか、そんなことやったら本当にロシアがなくなってしまうということにもなりかねませんので。 これもちょっとどうなんだろうなということで、なんとなくですね、どちらの可能性も低そうなんですけれども、仮に、えー、国民の不満がですね、爆発して民衆が放棄するとですね、えー、クーデターとかが起こる可能性もありますし、なんだかんだでそのプーチン大統領が失脚するとかいう可能性もあるかもしれないですね。ただ、まあ、この場合でもその後どういうふうに、その後の政権次第ということになりますし、まあ、西側諸国としては簡単には制裁をですね、 やめることとはないと思い思ます、まあ、制裁を緩和するという動きが徐々に出てくるかもしれないということで、まあ、その場合も、まあ、リスクオフのまあ巻き返しということになるんですけれども、まあえー、追い詰められてですね変なことをするのだけはもうやめてほしいなというふうに、まあ、これはもう世界の。 誰もがまあ願ってることだと思うんですけれども、まあ、なんとかですね、えー、ちょっと落としどころが今まで全く見つからなかったとはいうものの、ちょっとそろそろ本当に落としどころを見つけないとまずい状況になってきているのではないかなと思います。たただ、まあ、先ほども言いましたように今回の、えー、このこウクライナ 問題というのは、そう簡単には片付かないということで、3月いっぱいぐらいはですね、まあ、まだまだリスクオフにバイアスがかかりやすい状況が続くのかなと、そしてその場合にはですね、まあ、先ほど見ていただきました、この有事のドル買いも含めてなんですけど、株式市場、金利市場、債券市場、そして為替市場、賞金市場という、ここに書いてある動きが しばらくは続きやすいのではないかなというふうに思っています。最後こちらですね。セミナー資料についてのご注意ということでまとめてありますので、こちらの方も目を通していただければなというふうに思います。それでは本日の動画、ここまでとなります。どうもありがとうございました。